ということで、はい、人生なんて楽しいんだ、第2回目のあのくにまん、くにま先生、くにくま、あ、くにくま先生のね、はい、あの講習に来たんですけども、前回あの1回目撮った時に終わったやつをちょっとですね、あまりにも講習受けてテンションが高すぎてですね、動画を撮ったんですけど音声をですね、このマイクをつけ忘れてしまって撮れなかったっていうことで、まあ、前回のちょっと反省、はい、反省っていうかね、感動ですね僕に、はい、僕は本当にね、あの目から鱗っていうかですね、そういうことだったんだみたいなね、くんにのね点数が65点ということで、これはあれなんですか、高い方なんですか低い方なんですか。高い方です。高い方、はい、まあ、ただね、まあ、プロの方ですからまあ、まあ、その辺で言ったら、まあまあ、それぐらい当然だよね。あ、ただ一応基本的にはそのモデルさんのに対して合ってるかどうか主観で見てますから、はいはいはい、当然個人差が出てくるので、そういう意味ではまあ想像できる範囲だったとは言いますよね、はい、歴代のその先生のところにいたね、あの、いや俺はうまいんだみたいな方が一番最初にやって、はい、最高得点って なんていうの。いや1回目で高得点でも、ね、最高なんてなったんですか。48点とかじゃないですか。あ、48点、はい、一応70点合格にしてるんですけど、じゃ65点っていうのは、はい、高い方ですか。全然か過去最高、過去ないですね、過去最高ハンバーワンで実際に70点っていう点を取った人は1人しかいないんですよ。 あの、ま、学んで、あ、学んで、はい、まあ、一般の人ってそれぐらいです。おだ かなりでもうちは厳しく見てますよ。他にそういうね採点してくれるお店があるんですけど。 あるんですか、はい、まあ、そこだと90点とかね、いきますけど、まあ、そこから教えたことができたら点がもらえる。うちは、ね、素の点、やったことものに対して点数つけてますから。なそれの70点としては何回受けたんですか。だから70点取れたのは20何回目ですね。あ、20何回、はい、でやっと70点で、それまあ当然一般の方、はい、ただ初回0点だったんで。あ、初回0点の、はい、だからそういう意味ではすごいですね。すごい伸びしろがすごいですね。まあ、ご本人も言ってたんですけど、全然あのダメだから学びに来たと。あんまりじゃあ女性経験がない方、女性経験も少なかったみたいですけど、まあどこまで本当のことを言ってたかわかんないですよね、やっぱりね、あの僕に対してね、どこまで自分をさらけ出せるかっていう問題がありますから。あ、ちょっとね、皆さん見え張ってくるので。それ何歳ぐらいの方。40代の方です、ね、40代のどんな方だったんですか。普通のサラリーマン。普通のサラリーマンですね。もう見た感じ普通のサラリーマンってことで。ただまあちょっとおとなしい感じだったんで、見た目はね、でも初回0点ですよね、はい、だから本人も別に納得してましたよ。本人ほとんどしたことなかったからダメだって分かってたんで教わりに行ったと、うん、その人どうやってここまでたどり着いたの逆に。はい、何で来たのかな、あの人は。なんかいろんなところにね情報出てますからね。ちょっと何で来たかはちょっと忘れちゃいましたけど。まあ、君にうまくとか言ったら検索で出てくるんですか先生。でも結構でも君にじゃ出てこないから、あのメディアに出てるじゃないですか。例えばアベマに出てたりとか、まあね、一応さんも見たという外録チャンネルってなってるとか、はいはいはい、僕外録所で知ったんですよ、うん、そう、君に教材とか言うと出てたりとか、あとはまあね、さっきね間違えられましたけど、名前がクンニクマンなんですよ。でもクンニマンってよく間違えられるんですけど、クンニマンって方もいるんですか。いるんですよ。どんな方なんですか。今クンニマンって名乗ってる一番有名なのは、うちに前来てた生徒さんです、ね、ただなんか、そうなんですか。途中からね、やっぱ教わって上手くなるのが納得できないらしくて、自分で上手くなりたいと、自分でね一応修行っていうかね勉強してますけど、はい、早く上手くなりたいんだったら教わった方が早いわけですよ。それ近道ですよそれ、何でも嫌だって人もいるんですよね、中にはね。近道したいのが、うん、まあ途中でね、まあ近道といっても最初は来たんですよ、だからそこそこまで上手くなって、そのまあ国選手権の大会で優勝したら来なくなっちゃったみたいな。そうなんですか。はい、あ、ちなみにね、あの今回僕もあの第16回全日本国技選手権出ようかと思うんですけど、はい、ここにエントリーしようっていう方は、まあ当然ね先生の講習受けてる方は受けようとかね、やっぱり目標がないとあれだったりとかするんで、はい、あとはどんな感じの方が。一般の方ですね。だから、まあ、一般の方、道場に来てる人は逆に出づらくなっているところありますよね。なんでですか。あの、まだそんなレベルじゃないからとか、まあ、過去勝った人たちのことを聞いてると難しいのかなと勝手に、ね、まあ、要は大会で上行きたいと思うから、 もっとだからね、お祭り的なんで、当然あの真面目にやってますよ、はい、技術を採点するんですけど、はい、でもエンターテインメントの要素もあるので。あ、そうですよね、大会ですから、だからそこでね、あとね、ほら勝負は時の運っていうように、上手い人が絶対勝てるとは限らないわけですよね。だってスポーツにしてそうじゃないですか、まあ、プロ野球にしたって全勝はないわけですよ、やっぱり。なるほど。
どっかでミスをして負けたりとか。ああなるほど、それが面白いっていうね。あとやっぱほら、まあ、僕はね、国を武道って捉えてるので、武道で考えるとやっぱほら、絶対勝つってことはないわけですよね。そこに心の迷いとかあれば負けるし。なるほど、まあ、あとはね、対女性がいるわけですか、相手がいる。え、これどういった採点なんですか、ちなみに。採点中か、一応2分間でその相手の、モデルさんの好みに合わせた国をするかどうかですね。で2分間しかないので、そこで生かすとかそういうことではなくて、要はプレゼンテーションですよね。まあ、2分間で自分の国をプレゼンテーションすると、こういう国をしてますよって。なかなかそれね。え、それで点数出るんですか。点数は出ないです。あ、点数出ないんですか。国選手権は勝ち負けなんで、トーナメントです。だから2人の人が1人のモデルさんを舐めて、どっちがうまいか。だから2分間っていうのは勝ち抜き戦、はい、2分間っていうのは判断できますよね。例えばフラ2人の女の子いらして、どっちがうまいかなんて30秒あれば分かるじゃないですか。あ、だから2分間あるわけですか ら、だからそう考えてるといろいろ難しさもあって、まあ、当然大会のモデルさんも道場のモデルさんなんで、道場で会った時と本番と悪ければ当然評価下がっちゃうし、なるほど、ね、そういうのも出てくるから、いろんな駆け引きとかね、 裏事情を知ってると見てて面白いですね。まあ、僕 の知り合い結構遊び人が多くて、はい、やっぱり訓練がうまいとかね、はい、女性の扱いうまいっていう方がいるわけですよ、はい、で先生のとこ知り合ったんで、まあ、盛り上げるために、はい、まあ、こさそうかななんてちょっと思ったんですよ、はい、その時にただ単にその2人で、まあ、ただ単に言って申し訳ないんですけど、はい、どっちが勝ち負けだと、じゃあどのぐらい、例えば僕と対戦した時にどのぐらいで勝ったとかどのぐらいで負けたとか点数が出ると、まあ、ちょっとより一層エンターテイメント的な、まあ、先生のとこではまあどっちかっていうルールだったりとかするんですけど、はい、点数をねつけていただくと、俺ってそうなのかっていうのなんかちょっと面白いなと思って、一つの提案ですよ、これ絶対じゃなくて、はい、そうするとちょっとお友達をね誘って、先生、僕も最初65点だったんで、ね、何点なんで先生のところに修行するといいですよみたいな、その先もあれしやすいしとちょっと思ったんですけど、提案ですよ一つ、はい、これどうですかね。点数つけてる大会もあります。ある、うん、国近代五種って大会やって、それは点数をつけてます、ね、ただこの間もね惨憺たる点数がつくわけですねそうするとやっぱりそれをね目の当たりに公表していいのって思うぐらいの点でしたね、いやでも僕の友達はそういうの受け入れれるタイプしか呼ばないっていうか、例えば65点で、はい、まあどう感じられたかわかんないですけど、はい、多分、普通の方来たら25点とか、あ、20点とか、いやだから そういうのね、だからこそ学ぼうっていう姿勢の人もいればなんだよみたいなね人もいれば、でも一番面白いのはシミケンとか森とかもね呼んで、それでね、だからだって世間ではこれうまいと思ってるわけじゃないですか、はい、シミ君にだとかね、森のサイズとか、はい、そこで散々たる点数だと、いやね、まあ出ないとは思いますけど、そういうのも面白いですよ ね、あったりとかするとね、はい、だからビデオでそういう企画もね、はい、なんか一応だからその選手権も、いやモデルさんが全部評価止めといて、最後、まあ、終わった後にフィードバックはしてますね。あ、フィードバックはしてくれると。はい、一応それは公表はしないけど、はい、まあ、一応向上のためにね。あ、それいいですね。うん、あ、それじゃあるってことですね。あります。あ、それただその大会が終わった後、二次会なんです。二次会の中でその時間を設けてます。ちょっと選手も今回も多分20人弱来るので、その公表まで全部大会中にはできないから。かでもモデルさん忘れちゃうから、その時パパッとか。あ、それいいですね。ただそれを聞かずに帰っちゃう人もいます。だから向上心ないっていうか、だからさっきねお話ししたように、自分が上手いと思ってて自分が対応できない女性がいないと思ってるわけですよね。いやでもそれはそれでその人のキャラクターっていうかポリシーっていうか、まあね、それがね男としての ねあれじゃないですか、はい、ただこの前 ねお話ししてね、当然お分かりになってると思いますけど、はいはい、やっぱりほら女性の気持ちよくしたいって言ってるわけですから、うん、ちゃんと相手に合わせなきゃいけないんだから。あ、これ何ですか。モデルさん。あ、モデルさん、はい、今日のモデルさんということでね。いや素晴らしい。多分撮影は NG だと思います。あ、分かりました。撮影はね NG ということで、だからねもうシークレットのお客さんが本当来るわけで、しかも国好きというね、これやっぱ国嫌いな人はね来ないですからね。しかもこのお店でそういうのに興味があって、なおかつさらにモデルになりたいみたいな、そういうことを思うわけですから、ここはシビアグルメってことですかね。クンニグルメってことですよね。そうですね、まあ
モデルさんもいろんな方がいらっしゃってて、まあ、でも自分が楽しもうと思ったらできないので、どちらかというと男性をうまくしたいっていう親心じゃないけど、それがないと。じゃあ母性本能が強い方、母性本能っていうのもあとね、やっぱり世の中の男性の国が納得いかないから、僕が上手い人を増やしたいっていう考えに共感して、まあそれ共感してくれないとできないですよね。だって、いやそりゃそうですよ ね。批判的だったらね、あのプロの方もいますけど、プロってね、風俗関係の方もいますけど、一般の方が股を開くってことはやっぱりなかなかこれハードルが高いですね。全く知らない男に舐められるわけですよね。そうです。だからそういう意味では、まあ、なんか当たり前になっているところもあるんですけど、まあね、僕の世界だってね、はい、そんなの当たり前だな、うちの奥さんもね、サンジみたいなね、うちの奥さんも普通の方だったんで、まあ、今も普通の人ですけど、まあ、いろいろその辺がね厳しく言ってきますね。いやみんな協力してるんだからちゃんとね、しなさいみたいな、まあ、そうですね。あとね、これ見てる皆さんでちょっと参加しようかなとかね、あの興味あるなって方に、病気の問題、これね、最初僕あれする時に大丈夫なのかなって、僕は先にね、ホストとかね、そういうのを見据えてたんで、と、まあ、うがいもちゃんとすればいいかなとは思ったんでね、あれだったんですけど、うがいじゃダメですよ、ね、いやでもなんかこうやっぱり直接舐めると思うじゃないですか。でも違うんですよ、こういうあのこれデンタルダムというオーラルセックス用のシートですね。これです。僕ね、初めてこれね、してる方ほとんどゼロだと思いますよ、これ見てる方で。ゼロですよ。あ、そうですかね。だって31年間 FE の世界ってこれ見たことないんですから、使うあれもないし、全部生でね、舐めますから。最近森林さんが2年ぐらい前から自分でね、ゴムコンドームを切ってみたりとか、いろいろチャレンジされてますよね。あ、これに代用する、代用と、はい、まあこれも売ってたんですけど、いやこれ買えばいいじゃないですかね、まあ自分いろいろね、チャレンジされて、チャレンジしてね、はい、これ先生どこでお見つけになったんですか。最初から先生も知ってるわけじゃないですよ、ね、ネットで知ったんですよ。だから、でやっぱり海外の風俗事情を聞くと、あと一人生徒でニューヨーク在住のアメリカ人がいるんですよ。でわざわざね、国学びに日本に来て、まあ、奥さんが日本人だってなって、でいろいろお話を してたら、彼氏に学ばせようと思って、うん、まあ国が好きで、まあ、国熊のことをネットで知って来てくれたんですけど、海外から、はい、わざわざ、まあ、奥さんが日本人だから、あ、はい、で来てくれて話をしてたら、こんにちは、でニューヨークで金箔のサロンに通っていると、はい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 、でそこで日本にこんないいとこあるんだぞって言って話をしたら、そこはね、生で舐めてるのかって話になって、生じゃ無理だってことになって。あ、昔生だったんですか。はい、そうです。コロナになる前はダイエットやってました。あ、コロナになってこれ、はい、じゃあ最近知ったんですね、先生も。今からもう5、6年前で、で使い出したのがコロナになってから、で要はコロナになって、そのコロナ感染防止をしないと無理だっていうことで、なんで君に生でしたらコロナ、あ、唾液にウイルスがあって、で例えば血液にもあると言われてて、精液にもウイルス入ってると。え、コロナ、はい、ウイルスが、はい、だからそれで最初の頃ニューヨーク市衛生局かなの情報が出てたんですけど、その性的性行為でうつる可能性があると。いや、だからそれが、否定できないよっていうのが出てたので、はいはいはい、で路上まずいねってことでこれを使いました。これどうなって、あ、この中にシート、ラテックスの、要はラテックス、あ、こういう歯の治療の時に、そのこれ、はい、あ、出しちゃいましょうかね。あ、いいですか。こんな薄い、はい、これ海外の風俗で使ってるんですか。使ってるみたいですね。今の一応、まあ、知り合いが海外の風俗店に行ってて、まあ、使ってないんだけど大量に事務所になったからもらってくるねとか言って、いや結構ね、これ今日使うってことで、はい、これね、びっくりしたんですよ、この間、はい、でもこれもちょっと一個のね、壁ですよね。壁でね、でもね、逆の発想でいつもダイレクトで舐めてるじゃないですか、はい、だから最初僕こうやった時に、まあ普通撮影だと僕女性の顔を見てやるんですよ、はい、女性の顔を、まあ、寝てたから見れないし、どうしようかなと思ったら、先生が手本見てるね、見せるって言ったけど、はい、お腹を見ろと、はい、お腹なんか見たこともなかったのに、感じたらこうビグンっつってね、はい、お腹が動いたから、はい、と思って、そこでまたびっくりですよね。いや、お腹が一番わかりやすい。だからそんなこと誰も教えてくれないし、お腹がそうびっくりした。どういう体型って言っちゃいけないんですけど、例えばいろいろ上付きした付きとかあったりとか、はいはい、おっぱい大きいとか小さいとかあると、はいはい、その顔って苦にしてる体質に見えないんですよ。見えないですよね。なのでお腹は、AV だとね、思いっきり見える、はい、お腹は絶対見えるんですよ。ああ。
で昨日そういう話をしてたら、まあ、うちの奥さんなんかも AV は顔見せたりするからお互い舐めてるとこ見せないといけないしっていうんで、で顔が見えるんだよって言って、で実際普通のセックスも全然してなくて、まあ、それで真っ暗な部屋でね普通やる前提じゃないですか。高校と明かりたいたね、いつもスタジオでしたから、だから麻痺してるわけですよ、はいはい、先生にねお腹を見ろと、でビクンビクンになると、あなるほどなと、で1回目やって、で点数って65点で、伊藤君教えようってことで、下にね集中しろとっていうこと、あ下に集中しなくちゃいけない、じゃあ目閉じようと思って目閉じてあれしたら、まあそのね下を五感をね、五感っていうかこの下のあれを、はい、敏感にしたら、まあこう探る、それね、しかも生じゃないから、これ1枚ね、このなんて言うんでしたっけ、デンタルダムですよ、デンタルダム、はい、これダムちゃんを挟んでるから余計わからないと、だからこの凹凸をね探していって、目閉じてるからお腹も見れないじゃないですか、でも手はね当てられるから、まあ、真っ暗闇っていう想定でね、はい、してら動くから、ここだなーなんつって、そしたらねモデルのさんのね女の子に聞いたら、1回目より2回目の方が全然精度が上がったと、で先生に聞いたら、1回それを教えただけでそういうのが分かる生徒さんなかなかいない、だからやっぱりプロはね、やっぱりあれだなみたいな、多分ちょっとヒントを与えたらどんどん上手くなるわけですよ、ですよね、はい、だから普段そういうね仕事してるから、いろいろ仕事されてるし、はい、まあただ感じさせ、まあね、AV はファンタジーですから、ファンタジー感じさせる必要ないですから、全くじゃないっていう ねところがあるので、いかにパフォーマンス的にね、はい、こう舌もね、はい、本当はピタッとくっつけなくちゃいけないのに、そのパフォーマンスを続けることによっていろんなことができるようになっているので、こうした方がいいですよって言うとすぐ対応できるわけですよ、まあですね、対応できるわけですよ、一般の方はダメですねなかなかね、だから それこそこのシートが一枚あるだけで皆さんかなり苦戦してます、うん、だから逆に僕はこれがあった方がより一層ね舌を敏感にさせなくちゃいけない、でその凹凸も分からなくちゃいけないってことで、はい、それでも敏感にさせなきゃいけないって言って敏感になっちゃうとこはすごいですよ、そういう人は敏感にならないのでだから最後にやったトレーニングをやってくださいっていうことなんですよ、そうそう、だからあれをしないと自分舌の感度が上がらないしっていうことで、だから僕も先生に教わったのを暇さえあれば今こうやってますよ、これでどこでもできるわけじゃないですか、はい、ですね、今ね特にマスクしてるんで、マスクしてるしね、はい、そんな動きしてても、はい、だから今日ねあの電車で来る時に目の前に可愛い女の子いたから、もうマスク越しにこうやってますこれ一切触ってないですから、はい、これ痴漢でも何でもないですからね、もう目の前にいるから興奮しながらね、このやろうかしやろうみたいなね、それは頭の中自由ですから、それいいですね、いいですよね、それね、やっぱりそれよくないですか、いやイメージ大事なんで、やっぱ目の前にそれも獲物いたからこうやってやろうみたいなそれ犯罪じゃないですよ ね、はい、触ってもいないしね、はい、でマスクもしてるしそういう行為もわからないから、はい、っていうのをこれおすすめかなと思ったんですサラリーマンの方ね、はい、これしてるわけですから、はい、通勤ね、はい、でも触っちゃいけませんからね、これ捕まっちゃいますから今ね、すごいうるさいからね、はい、っていうね、はい、あれでもうやってますよ、はい、もう早速、あとね前回やっぱりすっごい緊張したわけですよ、ですよね、さすがにね、まあ変な話、ね、お互いその道でプロ同士ですもんね、まあ、変な話、はい、まあ大丈夫って自信もありますけど、はい、どれぐらいのテクニックなのかっていうのは分かんないですからそうですよね、で今まであった、まあ、選手権とか道場に来た男優さんとはレベルが違うだろうと、当然あの来た人聞きましたけど誰だそいつみたいなねあれでしたから、まあ、まあ森とかシミケンクリアね、一応ね自称 AV 男優みたいなレベルの方なんで、その意味で31年間でねそれで食ってきてここまでっていうね、そういう意味で男優さんで見たのは、あのなめだるま親方、あの方はもうなめだるまっていうぐらいですから、また先生とねもうちょっと特殊な訓練をするんで、特殊な訓練で まあ、なかなか再現性が難しいと、難しいね、でも先生がもうお墨付きって感じだよね、お墨付きっていうか多分また先生も真似 できない、いや真似はできますけど、あそれはできる、ただすごいですね、彼まあ親方は決めつけてるっていうか、この子はこういうのでやるぞっていうなんかね、もう流れを自分で決めてっちゃってるんですけど、僕は逆に相手に合わせる、じゃあ自分がないんですよ、全部だから相手の反応に合わせてやっていくから、でもそれが僕正しいと思いますよ、ね、決めつけてこれがダメだったら俺が間違ってんじゃなくてあんたがトラウマがあってね、まあ、もうちょっとあれだみたいな、親方の場合はやっぱり経験値がやっぱとんでもないので、うん、ある程度合わせてるということ、ね、それでも合わせながら、だから合わせるってこと、自分で判断してこの子はこう言うんだろうっていうパターンを一応決めていく感じですかね、じゃあ引き出しが広いわけですね、そうです、めちゃくちゃ広いですね、あで先生の場合は、いやだって僕も、ね、4300人ぐらいですよ、舐めてるのはね、親方1万人超えてる、それ一応さんも1万人超えてるでしょうから、そうすると経験値ってことではまだねトップとはね差があるので、
でもねこの先生の場合は本当に生かそうと思って舐めてるのと僕はパフォーマンスで舐めてるのとまた全然違いますからね、はい、だからクニクマンが飲む前はもう本当に、まあでもその頃はまだ生かせるっていうテーマがなかったんで、ただ好きで舐めてただけですか。世の中にそんなに女性をセックスで生かすみたいなのそんなに多く言われてなかったですね。それ何年前ぐらいですか。いやもうだから遊び出した頃は、30ぐらいですから30年前ですね。30年前、はい、ちょうどだから男優さんになられたちょうど僕ね20歳ぐらいその遊び飛んでる場所、まあ、当時だからそのカップル喫茶とかそういうとこだったんですけど、そういうとこではそんなに気持ちよくするっていう概念がありましたけど、生かさなきゃいけないとかそういうのはなくて、そうです。僕もジュリアナ東京行ってね、ただこうね獲物をあれして生かそうなんて思ってないですから、たまたまそのねじ込みたいってしか思ってないですから、ね、そこ知り合った子がめちゃくちゃ簡単じゃないけど行きまくる子で、でその行かせ方とかだんだんコツを掴んでったって感じですよね。だからやっぱりなんかねスキーでも何でもこう一番最初がね、うん、いい、はい、思いをしないと、舐めても何にもうんともすんともえないマグロみたいのだとね面白くないですもんね。舐めててじゃあ面白い方に当たってで、うん、好きになってじゃあもっと、いやでもその前からクニが好きだったんですよ。たまたまうまくなく過程でその子に出会ったのがやっぱし2年間、付き合ったの7年ぐらいで、一番ピークは2年間で本当男優さん並みにセックスしてましたね。あそのこと、いやいろんなこと、あいろんなこと、その時はだからその子がメインでしたけど、いや結構やってますね先生。2年間で多分1000回ぐらい発射しましたね。発射もするんですね先生、舐めるだけで。当時はね遊んでました、はい、今はもうだからそれって多分発射しないセックスもあったんで、かなりの回数を2年間でやってましたね。はあ、でも先生驚いたのが家1軒分ぐらい、ね、使っちゃいましたね、お金使って風俗も行かれて、はい、その訓練を、ね、勉強したっていう、それも好きこそものの上手なれじゃないですか、ね、気がついたら使っちゃってたってやつですね。あ、まあ、今回収に入ってるわけです。なかなか回収しきれないですよねあそうですよね。これだけで生計立ててるんですか。でお店とこの今報酬これだけで、はい、ウーバーとかしないんですか。ウーバーとかしないです。でも、だってコロナで一気にこれ大変、今大変だってそんなこんなの、ね、知らないから、そんなお前クンニなんてお前やばいだろみたいなあれでね、あんま来ないね、はい、なっちゃうんですよね。まあ、でもだからガラッと客層が変わりましたね。コロナ前に遊んでた人は今来てないですね。今道場も来てる人はみんなコロナの最中から来だした。コロナでネット見てたら、なんかいろいろだから感覚ですよ。その、まあ、病気に対してと一緒だと思うんですけど、だからまあちゃんと皆さんねこんだけ情報が出てるから病気に対しても気をつけてらっしゃいますけど、そういうところでこのね安心感、いやだからね先生これ言った方がいい、いやすごいいいなと思ってこれがあるから嫌だって人もいる。だからそれだから、ね、一条さんのレベルだとレベルって言っちゃうも失礼なんですけど、その病気の怖さとか、いや僕は普段でこれに直結しますから、だからそれを分かっていらっしゃるわけですけど、一般の人は一般の方関係ないですから、これ関係ないでしょ。生で舐めさせろ、だから生で舐めさせろってなるわけじゃないですか。だからそれって関係ないか病気、ね、特定のパートナーいたら移すことになるわけですから。で、あそうか、この間もお話で出たので、うん、ほとんどの方がクンニでその喉にね、のどりん、そうリン病とかクラミジアを感染するってことを知らないんですよ。いや僕もねずっとなってなかったんですけど、30年間で初めてこの間のどりになって、はい、ああ怖いなと思って。あれって多分目的に考えるのは確率論だと思っているので、うん、はい、いろんな方と接してるから当然かかる可能性は高いわけですよ、はい、そうなんですよ、はい、でも30年間ずっとなってなくて、だから最近だから患者が増えてるんですよね。だからびっくりしました。でもあれ聞きましたけど、クンニ大会に出ようと思って検査したら毎回引っかかっちゃうし、はい、だからだいたい問い合わせが来て、クンニで相当問い合わせがね今20人ぐらい、まあ、出たいって言って検査受けると、急に音信不通になる人がいるわけですよ。で、ああ多分まあ引っかかったなとか思うと、でも中にはね正直にその引っかかったんで1ヶ月前に検査すると治療間に合うわけですよ。例えば今、ね、いい薬があるから、リンビオンもねクラミジアも2週間もあれば一応完治します、だからそれで治療してから出てくる方もいます。あですよね、はい、だからこれシート使ってるからね、うつんないんですよ。関係ないっちゃ関係ないですけど、でもその練習段階で生でやってたり啓蒙活動で、あやっぱりこの訓練でこういう病気にうつるよっていうことをやっぱし教えなきゃいけないと、いや素晴らしい、それ素晴らしいです。それこそね、梅毒もエイズもうつるわけですよ。あそうなんですか。そうです、粘膜感染だからね、両方ともその粘膜感染っていうか血液感染なんですけど、例えば梅毒なんかはその体液にもいるから、まあごめんなさい、血液はウイルス感染だ、ウイルスが血液とか体液にいるので、それで、で理論的にだからちゃんと知ってないとダメで、ですよね、エイズは国でも移ります。
あ、組み持つんですか、はい、血液だなくて、はい、ただ、はい、唾液だと2トン2トン何ですか2トン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 あ唾液 2トンの唾液で移る、そう飲まないと2トン、はい、2トンの唾液だから、そういう意味でほら理論的じゃないですよね、移るんだけど非現実的な数値だったんですね。あ、なるほどね。逆に言うと梅毒なんかは、うん、その理論で言われているよりも感染力高いですよね、やっぱね。だ梅毒とかあれですよ、風俗業界ものすごいなんか流行っちゃって、ね、はい、いや本当梅毒怖いです、怖いです、ね、僕の周りにも聞いてみたら結構ちらほらかかってる方がいて、だからあれですよ、あの毎月うちら梅毒の検査もあれするんですけど、はい、このね検査するのもこの 4,5 年なんですよ、はい、その前なかったんですけど、はい、あのそういうのやるになって自分が梅毒になって、それキャリア持っているだけで NG になっちゃう人もいて、はい、それで引退したやつもいますよ。当然そうですよね。あの、ね、梅毒って、ね、感染すると数値がずっともう一生残るんですよ、うん、一生残るんです、ね、でも感知はねするけど数値はずっとプラス出るんですよね。数値がね、まあ単位忘れましたけど、なんとか以下だと感染力ないから感知って言われるわけですけど、でもまた何かのきっかけには上がってはこないのかな、ね、よくわかんないですけど、うん、だからねそれでなんかプラスって嫌じゃないですか、はい、ね女優さんとかそれでね NG 食らっちゃったりとかね、はい、でも逆に女優さんはねそれでプラスになって感知しましたから大丈夫ですよねって言ったら、はいって言うしかないんですよこっち立場がね。でも怖いですね、その立場が。でも感知してるわけです、だから差別ねしてはいけないと思ってね。でも差別する女優さんもねいらっしゃったりとか、まあそれはね致し方ないみたいな、はい、あ、だからその辺のね感覚は難しいですよね。将棋の歩ですからうちら男優は特にあの梅毒なんかも一生ものじゃないですか、ね、一生だからね、かからないようにかからないようにってねあれしたんですけど、夜消して僕は来たんですけど安心しましたよこれで、ね、お仕事に支障を来たしちゃいけないですよ、ね、だからいやすごいちゃんとしていらっしゃるなと思って、すごい、いやちゃんとしてないとは思ってなかったんですけどいやこういうとこまでねちゃんとしてるんだなと思って、でやっぱり使い出したらモデルさんも安心だし、ね、僕も最近もうこれをねどこで外そうかと思ったんですけど、ね、まあ、外せないなと、まあ、なるほどね、使わないことで結局 どんどん、ね、あのこの界隈のね環境が良くないけどね、そうですよ、病気に持ってる子が多くなってきた。そうですよ、でさっきね風俗の話があったように、そうですよ、風俗業界も大変ですから風俗でこれやったらねちょっとお客さんね多分なると思いますよ。それかもしくはちゃんと検査結果持ってこないと生のサービスが受けれないみたいなとかね。でもあんまりねそういうことするとあのうち一切関係ないですよってお店でねでそういう出てくる、全員一斉にやればいいんだけどやっぱお客さん面倒くさいじゃないですかです ね、だからなかなかねそこはあれなんですけど、でも AV 業界はそういうのね一時的に決めちゃえば、はい、今回だったら新法だって現場の声何にも決めてないのにあれですけど、はいはい、でもしょうがないです決まったものは。だから僕は逆転にとってこれチャンスだと思って、はい、ビジネスチャンスどこにでも転がってますよ、ビジネスチャンスっていうのはね、はい、っていうことで、ね、あんまり長く話すと、まあ、モデルさんね、はい、せっかく来ましたんで、はい、まあ、第2回ということで、はい、違うモデルさんでね今日もワクワクしながらあの電車の中でイメトレねしたりとかねしてね、これ楽しみながらやっぱやんないとね、いけませんからね、はい、トレーニングもね。ということでじゃあ今回はちゃんとねあのマイクつけて後半のあれも撮ろうかと思うんで、はい、よろしくお願いします。じゃあHa ha ha!